ウズベクエネルゴは、ウズベキスタンを拠点とする国営のジョイントストックカンパニーである。主に石炭や石油、天然ガスを利用した電力事業を行っている。ウズベキスタン電力公社と呼ばれることもある。ウズベクエネルゴは2001年に設立された。ウズベクエネルゴの総発電量は12,300メガワットであり、これは中央アジア全体の電力生産量の 約50%に当たる。ウズベクエネルゴの年間電力生産量は480億キロワットアワーであり、ウズベキスタン国内の電力のほぼすべてが、ウズベクエネルゴによってまかなわれている。ウズベクエネルゴは53の子会社、組織からなり、53の企業の内訳は39が公開会社、11がユニタリエンタープライズ、2つが有限責任会社、1つが 関連会社となっている。国内には、タリマルジャンや、アングレン、シルダリや、タシュケントなどに、火力発電所が設置されている。中央アジア最大の火力発電所である、シルダリア火力発電所は3000メガワット、シンアングレン火力発電所は2100メガワット、ナボイ火力発電所は1250メガワット、タヒアタシ火力発電所は730メガワット、 アングレン火力発電所は484メガワットの発電量を有しているほか、シルダリア水力発電所は126メガワットの発電量を有する。2009年10月13日、ウズベクエネルゴを有するウズベキスタンは、中央アジア統一エネルギーシステムから撤退することを発表した。また、2013年2月6日には、中国最用手の太陽光発電システム、 開発企業であるサンテックパワーと太陽光発電パネルを共同生産することで合意、太陽光発電事業も行うことが決定している。ありがとうございます。